ボーイ・ジョージは、ロンドン生まれのアイルランド系イギリス人ミュージシャン。本名は、ジョージ・アラン・オダウド。ブルー・アイド・ソウルのカルチャー・クラブのボーカリストとして、知られる。1982年、カルチャー・クラブのボーカリストとしてデビューした。奇抜なメイク、深みのある低音ボイスを特徴とした歌声でヒットを連発。1980年代の第2次、ブリティッシュ・インベージョンを経引した。 代表曲に、君は、完璧さ、タイム、カーマは、気まぐれ、ポイズンマインド、ミス・ミー・ブラインド、戦争の歌などがある。1984年、バンドエイドに当時の人気スターの一人として参加した。この時期、ギネスブックの最高のコマーシャル出演料の項目において、日本のテレビで放映されるコマーシャルの出演料の150万ドルが、 世界一と認定されていたことがある。しかし、1986年にドラッグ化が発生し、カルチャークラブは活動休止になってしまう。ソロ活動を開始し、1987年にアルバム、ソールドをリリースしたが、声はボロボロになっていた。彼は、その後ニュージャックスウィングの曲を発表し、再注目された。1990年には、ヤソラブズユ名義で活動。 1992年にアカデミー賞脚本賞を受賞した同名映画の主題歌となったカバー曲クライングゲームがヒット。この頃には声のツヤが復活していた。1995年カルチャークラブでの栄光と挫折を中心に描いた自伝、テイクイットライク、エーマムを発表。後にジョージの自伝トリバリーの本を元にした。 ミュージカルタブーがロンドンとブロードウェイで上演された。また、英国では自伝を脚色して、2010年に TV ドラマ化もされている。カルチャークラブは、1998年11月に活動を再開するが、翌1999年12月には再び活動を休止する。その後2014年活動を再開した。2014年1月。 ソロの音楽活動を再開。アルバムと2曲のシングルを発表。また UK ツアーと USA ツアーも行われた。ミス・ミー・ブラインドなどのミュージックビデオでは漢字や日本人女性が登場している。また、戦争の歌の一部で戦争反対と日本語で歌っている。また、イギリスのテレビ番組ではコメンテーターとしても活躍し、 歯に衣着せぬ切れ味鋭い発言をしている。日本のテレビ番組におけるインタビューでは、ジョージの発言に関する日本語訳の字幕が、おねえ言葉になっていた。料理好きで、料理の写真やレシピがツイッターなどで紹介されている。ボーイジョージがカルチャークラブにいた時、彼の両性浮遊の外見から、彼のセクシュアリティについての様々な憶測があった。ジョーン・リバーズはインタビューで、あなたは、 男性を好むのそれとも女性を好むのと質問すると、ジョージは、ああ、両方さ。と答えた。1985年、バーバラ・ウォルターズから性的思考について尋ねられた時、ジョージは彼がバイセクシュアルであり、過去には様々なガールフレンドやボーイフレンドがいたと述べた。彼はインタビュアーに、セックスよりも素敵なお茶を好むという有名な、 よく引用される返答をした。ジョージは1995年の時点、Take It Like エーマンで、彼は実際にはバイセクシュアルではなく、ゲイであり、パンクロック歌手のカーク・ブランドンや、カルチャークラブのドラマーである、ジョン・モスと秘密の関係にあったと述べた。彼は、カルチャークラブのために書いた曲の多くは、モスとの関係についてであると証言している。2006年、 サイモン・ジョージ監督のエピソードドキュメンタリー、少年、ジョージの狂気で、ジョージはカメラに同性愛者であると宣言した。2008年のドキュメンタリー、リビング・ウィズ・ボーイ・ジョージで、彼はゲイであることを最初に両親に話した時の様子などを語っている。2007年4月、彼はノルウェー人の男性を手錠を使って監禁し、鎖で殴出した容疑で逮捕された。 ジョージは手錠をかけたことは認めたものの他の容疑については否認した。だが被害者のヌード写真の所有などを根拠に2008年12月売市民は有罪の表決を出した。弁護士はボーイジョージの長年の薬物使用が原因と弁護したが2009年1月裁判官は禁錮15ヶ月の実刑判決を言い渡した。2008年7月 アメリカでの夏のツアーとニューヨーク市衛生局主催の無料コンサートでの演奏を計画していたが監禁事件で本国イギリスで起訴されていることを理由にアメリカ入国を拒否された。2009年5月、署内での紳士で勤勉な態度を理由に4ヶ月での出所が認められ出所した。2012年、ボーイ・ジョージは日本の日蓮州の勉強をしているというありがとうございます。